組委員会の初会合が開かれ、委員からは福山には魅力ある観光資源などが多いにもかかわらず活用や発信が効果的に行われていないといった意見が出されました。百人委員会は福山市の江田博市長が身近な市政を実現するため住民の声を聞く場として設けることを公約に掲げていたもので、市の内外から応募した374人の中から100人が抽選で選ばれました。今日は福山市役所で委員会の初会合が開かれ、江田博市長が挨拶しました。これから100人の委員の皆さん方に、これから何十年間の福山の未来図を議論していただきたい、このように思って今日はお集まりいただきました。続いて福山の好きなところというテーマで意見交換を行い、福山市には福山城や鞆の浦など国内外に誇れる景勝地があるほか、100万本のバラの町として独自の町づくりを行っているにもかかわらず、その発信や活用方法が効果的でないといった意見が出されました。百人委員会では4月23日に開かれる次回の会合で今後話し合っていくテーマを決めた後、テーマごとに部会を作って議論を行い、来年3月をめどに福山市の未来像を取りまとめることにしています。